初代バルフォア伯爵、アーサー・ジェームズ・バルフォアは、イギリスの政治家、哲学者、貴族。ソールズベリー公爵引退後の保守党を指導し、1902年から1905年まで首相を務めた。政権交代後も自由党の長期政権下で6年ほど、野党保守党の党首を務めたが、1911年には、党首の座をアンドルー・ボナーローに譲る。第一次世界大戦中に成立した自由党、保守党大連立の挙国一致内閣では、海軍大臣や外務大臣などを歴任し、バルフォア報告書やバルフォア宣言に名を残す。1848年に大富豪、大地主の息子として、スコットランド・ホイッティンガムに生まれる。ケンブリッジ大学で哲学を学んだ後、1874年に保守党の庶民議員に初当選。1878年、叔父である外務大臣第3代ソールズベリー公爵の議会担当秘書官を務めた。1880年の保守党の下野後、党内の反執行部グループらと派閥第4党を形成。1885年に第一次ソールズベリー内閣に自治大臣として入閣。1886年の第二次ソールズベリー内閣では、スコットランド担当大臣、ついでアイルランド担当大臣に就任する。アイルランド強圧法を制定して激しいアイルランド民族運動の弾圧を行い、血塗られたバルフォアの異名を取った。一方で、融和政策も取り、アイルランド小作人の土地購入を促すバルフォア法を制定した。1891年には、第一、大蔵卿及び庶民院院内総務に就任。1895年、第三次ソールズベリー公爵内閣にも第一、大蔵卿、庶民院院内総務として入閣。中国分割をめぐる諸交渉や中等教育の普及を目的とするバルフォア教育法の制定を主導した。1902年7月にソールズベリー卿に代わって首相、保守党党首となる。1903年にウィンダム法を制定してアイルランド小作人の土地購入を促進し、1905年に帝国防衛委員会を創設して、国防強化に尽力。外交面では、極東で膨張するロシア帝国を牽制するために、フランスに接近し、アフリカやアジアにおける利権、領有権問題の諸交渉に折り合いをつけた。また、日本との関係も強化し、日露戦争中に日英同盟を更新、強化した。一方、関税問題への対応や南アフリカの中国人、奴隷問題での対応で支持を減らした。1905年12月に総辞職し、自由党に政権を移譲。その後もバルフォアは保守党党首職に在職し続け、1906年1月の解散総選挙での惨敗後、貴族院を中心に反政府闘争を主導した。1909年11月には、蔵相ロイド・ジョージの人民予算を貴族院で葬り去った。しかし、これがきっかけで、貴族院の権限縮小を盛り込む議会法案が提出され、自由党政権から新貴族任命の脅迫を受け、1911年8月に議会法の可決成立を認めたことで党内の求心力を失い、同年11月には党首を辞した。第一次世界大戦中の1915年のアスキス挙国一致内閣では、海軍大臣として入閣し、続く1916年のロイド・ジョージ、挙国一致内閣では外務大臣となった。1919年には枢密院議長に転じるも1922年の大連立解消を機に退任。1922年には初代バルフォア伯爵に叙爵し、貴族に列する。スタンリー・ボールドウィン保守党政権下の1925年にも枢密院議長に再任するが、1929年には政界引退し、その翌年の1930年に死去。アマチュアの哲学者としても活躍し、宗教に関する哲学書を多数著している。バルフォアが生まれ育ったホイッティンガムの屋敷。1848年7月25日、スコットランドのイーストロージアン州ホイッティンガムに生まれた。父ジェームズ・メイトランド・バルフォアは大富豪。大地主であり、また庶民院議員も務めた人物だった。バルフォア家はスコットランドの旧家であり、18世紀末に祖父ジェームズがイギリス東インド会社の貿易で莫大な富を築いた。スコットランドに広大な土地を購入し、ホイッティンガムをその本拠とするようになった家柄である。母、ブランチェ・メアリー・ハリエット女王は、第2代ソールズベリー公爵ジェームズ・ガスコイン・セシルの娘だった。ソールズベリー公爵家は代々ハットフィールドを領してきた名門貴族である。長弟にセシル・チャールズ、次弟に生物学者となるフランシス・メイトランド、三弟に政治家またバルフォア伯くらいの継承者となるジェラルド、四弟に国王副官となるユースタス・ジェームズ・アンソニーがいる。また、姉が3人おり、長子エベリン・ジョージアナ・メアリーは、物理学者第3代、レーリー男爵に、次子エレノア・ミルドレッドは、ヘンリー・シジウィックにそれぞれ嫁いでいる。ワーテルローの戦いの英雄ウェリントン公爵、アーサー・ウェルズリーが、大父となり、彼の名前を取ってアーサーと名付けられた。7歳の頃に、父が死去。1861年から1866年までイートンカレッジで学び、ついで1866年から1869年にかけてケンブリッジ大学のトリニティカレッジで哲学を学んだ。哲学研究にのめり込み、家の財産は弟に譲って、自らはケンブリッジ大学に残り、哲学研究を続けようかと考えた時期もあったという。しかし叔父にあたる、保守党貴族院議員の第3代ソールズベリー公爵の勧めや、母、ブランチェから高貴な家に生まれた者は、政治的、社会的責任を負わねばならないという、ノブレス・オブリージュ的な考えの説教をされたことで、最終的には、政界の道を選んだ。1874年1月の総選挙で、ハートフォード選挙区から保守党候補として出馬して、当選した。この総選挙は全国的にも保守党が勝利し、ベンジャミン・ディズレーリを首相とする保守党政権の発足をもたらした。露土戦争の最中の1878年に、叔父ソールズベリー公爵が外務大臣となり、バルフォアはその議会担当秘書官となった。1878年6月から7月にかけて、露土戦争の講和会議であるベルリン会議に、ディズレーリや、叔父ソールズベリー公爵と共に出席した。1880年の庶民院議場で固まって座る第4党を描いたバニティフェア紙の戯画。左からランドルフ・チャーチル卿、バルフォア、ヘンリー・ドラモンド・ウォルフ、ジョン・エルドン・ゴースト。1880年の総選挙で保守党は敗北し、ウィリアム・グラッドストンを首相とする自由党政権が発足した。保守党は野党となったが、保守党庶民院院内総務を務める元蔵相、サー・スタッフォード・ノースコート準男爵は、温和な人柄で政権批判に向いているとは言えなかった。しかも彼はかつてグラッドストンの秘書であったため、今でもグラッドストンに敬意を払い続けていた。これに不満を感じていた保守党若手庶民院議員ランドルフ・チャーチル卿は、バルフォアやサー・ヘンリー・ドラモンド・ウォルフ、ジョン・エルドン・ゴーストを糾合して、第4党と呼ばれるノースコートに造反する独自グループを結成した。第4党のリーダー的存在はランドルフ卿であるが、バルフォアは常にランドルフ卿に従っているわけではなく、例えばランドルフ卿が保守党貴族院院内総務を務める叔父ソールズベリー公爵まで批判した場合には、叔父の擁護に回るのが常だった。また、ランドルフ卿が民主化と称して、議会外保守党組織である保守党協会全国同盟が党の政策や財政を監督できるようにしようとした際にもバルフォアは議会軽視としてこれに反対している。1885年7月にグラッドストン自由党政権が議会で敗北したことにより第一次ソールズベリー公爵内閣が成立。バルフォアは自治大臣として入閣した。第4党の同志のランドルフ・チャーチル卿もインド担当大臣として入閣している。しかし、同内閣は短期間で終焉したため、バルフォアもこれといった功績を残すことはなかった。1886年7月に第二次ソールズベリー公爵内閣が成立すると、叔父の引き立てで、はじめスコットランド担当大臣として入閣したが、1887年3月にヒックスビーチがアイルランド担当大臣を辞職したため、バルフォアがその後任となった。この人事は、未びいきとして政界に衝撃を与えた。大丈夫だよといった意味の英語の聖句、ボブズ・ユア・アンクルはバルフォアが叔父に、ひいきされていることの皮肉に由来すると考えられている。バルフォアは一般に、インテリの優男と見られており、マスコミからは、プリンス・チャーミング、ミス・バルフォアなどと、あだ名されて侮られた。アイルランド人からも、クララという女性名で呼ばれ、馬鹿にされたという。アイルランド民族運動の弾圧1887年9月24日の、バニティフェア誌のバルフォアの儀がバルフォアが、アイルランド担当相に就任したとき、アイルランド問題は深刻化していた。1886年9月にアイルランド国民党党首チャールズ・スチュワート・パーネルが議会に提出したアイルランドの時代を半減させる法案が否決されて以降、アイルランドでは小作人同士が協定を結んで勝手に時代を減額し、地主がそれを承諾して受け取ればよし、受け取らねばその地主が小作人を強制立ち退きさせた時の抵抗運動に備えて、供託するという闘争が行われていたのである。これにより、強制立ち退きと暴動の危険が高まっていた。これに対してバルフォアは、アイルランド民族運動の弾圧を可能とする、強圧法の制定を急いだ。その法案の第二読会での審議の最中の1887年4月8日に、タイムズ紙が、パーネルが、元アイルランド担当大臣、フレデリック・キャベンディッシュ卿の暗殺を支持していたことを示唆する記事を掲載した。パーネルはその事実関係を否認したが、この記事は大きな反響を呼び、バルフォアの強圧法案の良き追い風となった。強圧法は8月にも可決成立した。この後、バルフォアは強圧法を駆使してアイルランドで激しい弾圧を行い、アイルランド国民党の議員たちを含むアイルランド、民族運動指導者たちを軒並み逮捕していった。アイルランドの刑務所は、あっという間に満杯になったという。その弾圧の容赦のむさからバルフォアは、アイルランド人から、クララ改め、血塗られたバルフォアと呼ばれ、恐れられるようになった。1887年9月9日、アイルランド航空圏ミッチェルスタウンで、警官と農民が衝突し、農民3人が警察官に銃殺される事件が、発生した。検視の陪審官は、警察官による故意の殺人と断定したが、バルフォアは、警官の行動を称賛した。これに対して、アイルランド自治を決意していた、野党自由党のグラッドストンは、ミッチェルスタウンを記憶せよを、自由党のスローガンに定めて、アイルランド問題を中心に、与党保守党と対決する姿勢を強めた。バルフォア法しかしバルフォアは、強圧一辺倒の大臣ではなく、1890年3月と11月には、アイルランド小作人が、地主から土地を購入できる、よう支援する、土地購入及び、中密地方法案を提出した。3月提出の法案は否決されたが、11月に再提出されたものが可決された。この、バルフォア法は、第一次ソールズベリー公爵内閣期に制定された。アシュバーン法を拡張させたものであり、土地購入を希望するアイルランド小作農に土地購入費の貸付を行う土地委員会の貸付限度額をそれまでの500万ポンドから3300万ポンドに大幅増額させ、さらに現に小作人であるものだけでなく、かつて小作人だったものも保護対象としており、後の追放小作人法の先駆となる法律であったと言える。しかし、国庫の負担を軽くするために複雑な体系にもなった。まず地主への支払いは、現金ではなく、アイルランド銀行が発行する 2.75% の利子付きの土地債権に変更されたが、この土地債権は地主に直接渡されたため、土地債権の価格変動が、地主の土地売却の意欲に直接的に影響を及ぼすようになった。また土地購入者は、保険金を積み立てることになり、そのために最初の5年間は旧時代の 80% を支払わねばならなかった。さらに土地購入者が49年間にわたって支払うことになっている 4% の年付金の一部が県のパーセンテージとして地方税会計に流用されることになった。このような制度の複雑化のために結果としてはアシュバーン法の時よりも土地購入申請者数が減少した。1896年のバルフォア法改正の際にアイルランド担当大臣を務めていた弟、ジェラルド・バルフォアが議会に行った報告によれば、アシュバーン法下での申請数は6年間で4645件なのに、対して、バルフォア法下での申請数は4年間に2600件に止まるという。しかしこの時に、弟ジェラルドによって、バルフォア法は改正され、県のパーセンテージや保険金制度が廃止されて制度は簡略になり、また年付金算定の基礎となる前貸金を10年ごとに算出して減少させていく修正案も導入された。この修正のおかげで、バルフォア法下での土地購入申請も増えていき、1902年3月までに約37000人のアイルランド小作人が土地を購入することができたのであった。1892年のバルフォアを描いたエリス・ウィリアム・ロバーツの会が1891年、死去したウィリアム・ヘンリー・スミスの後任として第一、大蔵卿及び庶民院院内総務に抜擢された。バルフォアは、アイルランド民族運動を激しく弾圧したことで、保守党庶民院議員たちから人気を集めており、その声にソールズベリー公爵が応えた人事だった。翌1892年に保守党が下野したが、この後の3年間の野党時代にもバルフォアは、保守党庶民院院内総務に在職し続けた。1895年に保守党が自由統一党と連立して政権を奪回し、第3次ソールズベリー公爵内閣を発足させると、再び第一大蔵卿、庶民院院内総務に就任した。首相ソールズベリー以降は、自邸暮らしをするようになり、ダウニング街10番地にはバルフォアが入った。さらに1898年に、ソールズベリー以降が病となると、老いであるバルフォアが、その代理を務めることが増えていった。中国分割をめぐって1895年の日清戦争で清が日本に敗れ、日本に対して負った巨額の賠償金を支払うために、清政府がロシア帝国とフランスから借款し、その見返りとして、露仏両国が清国内に様々な権益を獲得した。これがきっかけとなり、急速にイギリス、ロシア、フランス、ドイツ、日本など列強諸国による中国分割が進み、アヘン戦争以来のイギリス一国の中国半植民地状態は崩壊した。とりわけ急速に北中国を勢力圏としていくロシアとの対立が深まった。バルフォアは1898年8月10日の庶民院での演説で中国分割において勢力圏という概念は否定されるべきであり、代わりに利益範囲という概念を導入すべきと主張した。これは、範囲内において、範囲設定国は他国企業を排除できる権利を有するが、通商の門戸は常に開放しなければならないというもので、イギリス資本主義の利益に沿った主張だった。一方、ロシアはあくまで北、中国を排他的な自国の独占市場、つまり、勢力圏とする腹積もりだったから、北、中国を門戸開放する意思などなかった。バルフォアの演説の直後の1898年8月12日には、ベルギー企業が新政府から京関鉄道を借款する契約を結んだが、これに危機感を抱いたバルフォアは、外相代理として、清政府と交渉を行い、9月6日にもイギリスに5本の鉄道敷設権を与えることを認めさせた。一方1898年6月から起こっていた中国東北部の鉄道敷設権をめぐる英露両国の論争ではロシアから妥協を引き出せず、1899年4月に締結された英露両国の協定は、イギリスは長城以北に鉄道敷設権を求めない。ロシアも揚子江流域に鉄道敷設権を求めないことを確認したのみとなり、その範囲内における自国企業独占や通商自由化を保障し合うことはできなかった。1900年5月から8月にかけて中国版植民地化に反発した義和団が北中国で蜂起した。乱自体は列強諸国によって直ちに叩き潰されたが、ロシアはこれを理由に満州を軍事占領した。これに対抗すべく、バルフォアは植民地大臣、ジョゼフ・チェンバレンや枢密院議長レボンシャー公爵ら自由統一党の面々と共に、ドイツ帝国や日本との連携を強化して、ロシアを抑え込むべきことを主張した。結局ドイツは、ロシアとの対立を回避したので、イギリスは日本と接近することになり、1902年1月30日にも5年期限の日英同盟が締結された。バルフォア教育法1902年のバルフォア1902年3月には、第一、大蔵卿として、バルフォア教育法と呼ばれる教育法の法案を議会に提出した。これは1870年に、グラッドストン自由党政権下で制定された初等教育普及のための初等教育法案を拡張させ、中等教育普及のための州議会がすべき支援を定めた法律であるが、同時に1870年の初等教育法で定められていた被国教徒が強い影響力を持つ学務委員会を廃止して、新たな小学校監督機関として地方教育庁を設置させるものでもあった。加えて、国教会とカトリックの学校には、地方教育庁の管理下に置く代わりに、地方税の一部を導入するという条文もあり、被国教徒が強く反発する内容だった。被国教徒の反対運動は激しく、とりわけウェールズでの闘争が激化した。庶民院では、ウェールズ出身の自由党議員、ロイド・ジョージが中心となって同法への反対運動が展開された。9ヶ月にも及ぶ激闘の末、バルフォアが首相に就任した後の1902年12月にバルフォア教育法は可決された。この法律は1944年のバットラー法成立までイギリス中等教育に関する基本法として君臨することになる。しかしボーは戦争以来、小英国主義者と自由帝国主義者に分裂していた自由党がこの法律への反対を共通項に一つにまとまってしまうという保守党にとっては逆作用も生んだのだった。1902年7月11日に首相ソールズベリー公が首相を辞した。ランドルフ・チャーチル卿はすでになく連立相手の自由統一党の有力者ジョゼフ・チェンバレンとデボンシャー公爵も首相になる意思はなく、バルフォアが公認の首相となることに異を唱えるものはなかった。1907年7月12日に国王エドワード7世より大名を排除し、バルフォア内閣を組閣した。さらにその2日後には外務省内で開かれた保守党両院総会で保守党党首に選出された。デボンシャー公爵やチェンバレンら自由統一党幹部も引き続き連立を維持していくことを表明した。内政ウィンダム法、バルフォア内閣アイルランド担当大臣、ジョージ・ウィンダムバルフォア内閣アイルランド担当大臣、ジョージ・ウィンダムの主導で1903年には新たなアイルランド土地購入法のウィンダム法が制定された。この法律は強制的土地購入路線を否定し、あくまで自由契約の範囲内で農地の占有者への所有権移転を推進しようという法律の集大成であった。これまでのアシュバーン・ポート・バルフォア法が基本的に土地購入代の前貸しのみを定めているのに対して、ウィンダム法は地主と小作人の間で土地売却契約が結ばれやすくなるよう誘導する規定が盛り込まれている。この法律によって自作農創出のための機関、土地財産委員会が設置されることになり、自作農創設の方式も保有地ごとから所領ごとに変更された。さらに地主への支払いを土地債権から現金に戻し、土地債権の価格変動で地主の売却意思が上下するのを鎮めた。2.75% 利子付き土地債権は当時額面割れしていたので、これは地主に有利な規定であったと言える。土地財産委員会は 2.75% 利子付き土地債権を自ら金融市場に流して資金調達して地主への現金支払いを行う。さらに法律施行から1908年11月1日までの5年間の特別規定として、地主が土地売却代金を有価証券に再投資した場合は、その地主に 12% の奨励金を支払うことが規定された。これも地主の売却意欲を高めるための規定であった。小作人、カズトあたりへの貸付限度は7000ポンドに増額され、小作人は68年6ヶ月の期間、利子 2.75% と償却費 0.5% の合わせて 3.75% の年付金を毎年支払うことになるが、この額は当該小作地の小作料の最低期に応じて減額される。この要件が満たされている場合には、土地財産委員は視察を行わないとされており、この視察免除規定も土地売却契約の締結を大いに促した。この法律はアイルランド自治を防ぐための融和政策の頂点であったが、結局アイルランド自治運動を沈静化させることはできなかった。それについて、ブレイク男爵は自由のために戦う民族を経済的な融和政策で抑圧することはできないことの実例であると評している。関税改革論争、バルフォア内閣植民地大臣、ジョゼフ・チェンバレン第二次ボーア戦争は1902年5月に講和条約が結ばれて正式に終結していたが、予想外の長期戦は予想外の膨大な戦費をもたらし、1900年以降イギリス財政は赤字となっていた。それを補うために、各種増税が行われ、その一環で1902年3月に、蔵相サーマイケル・ヒックスビーチ準男爵は、穀物関税再導入を暫定的かつわずかな額でという条件で実施していた。1902年7月に、首相ソールズベリー公爵と蔵相ヒックスビーチが揃って辞職し、代わってバルフォア内閣が成立したが、11月の閣議において、植民地大臣、ジョゼフ・チェンバレンは、ビーチの導入した穀物関税を永続化させつつ、帝国特権関税制度を導入して、大英帝国内の関税は安くすることを主張するようになった。つまり、大英帝国の結びつきを強化して、自給自足経済圏の建設を目指すとともに、帝国外からの関税収入をもって、均衡財政と社会保障費の確保を図ろうという保護貿易主義であり、自由貿易主義や小英国主義とは真っ向から対立する発想だった。そのため自由貿易主義者の蔵相チャールズ・リッチーはチェンバレンの主張に強く反発した。バルフォアはリッチーよりはチェンバレンに好感を持っていたが、それによって政権が分裂する事態だけは回避したいと考えていた。リッチーは穀物関税を廃止しないつもりなら辞職すると脅迫するようになり、それに対してチェンバレンが譲歩したため、バルフォアは1903年3月末にも穀物関税廃止を閣議決定した。しかしチェンバレンは持論を諦めておらず、1903年5月15日にも本拠地のバーミンガム市で関税改革を訴えた。この演説以降、関税問題は政界と世論を二分する大論争となった。貧しい庶民は、パンの値段が上がることに反対し、保護貿易には反対だった。金融資本家も資本の流動性が悪くなるとして、保護貿易には反対し、綿工業資本家も自由貿易によって利益を上げていたので保護貿易には反対だった。一方、工業資本家や地主は保護貿易を歓迎し、チェンバレンを支持した。閣内では、リッチーのほか、枢密院議長デボンシャー公爵やインド担当相、ジョージ・ハミルトン卿などがチェンバレンに反対した。若き新米保守党議員ウィンストン・チャーチルも自由貿易を報じてチェンバレンに反対している。自由帝国主義派と小英国主義派に分裂していた自由党も自由貿易支持、反チェンバレンの旗の下に一致団結した。しかし関税は食品価格の上昇をもたらさない。報復関税に使用することも可能であり、バルフォアとしてはそれを支持して、チェンバレンの主張に一理を認めていた。バルフォアは、両者の妥協点を探って何とか沈静化させようと努力したが、結局閣内で孤立したチェンバレンは1903年9月21日に植民地大臣を辞した。以降チェンバレンは、バルフォアの側面支援を受けながら主要工業都市で関税改革の世論を盛り上げる遊説を開始する。バルフォアはバランスを取るために強硬自由貿易主義者の増床リッチーも内閣から追放する意思を固めた。1903年10月9日にも首相に対する陰謀を図ったとして、リッチーら自由貿易主義閣僚を解任した。デボンシャー公爵については閣内に留めようとしたが、結局公爵も自由貿易主義者の圧力を受けて辞職することになった。これによって、バルフォア内閣の基盤はだいぶ弱くなった。中国人奴隷問題南アフリカで働く、中国人鉱山労働者たち、英領南アフリカでは、ボア戦争後の労働力不足を補うため、1904年2月から1906年11月までの間に6万3000人もの中国人クーリーが、年期契約で中国本国から南アフリカに鉱山労働者として輸送されてきていた。彼らが低賃金で働くせいで、現地人の給料も切り下げられていった。イギリス本国の労働者層は、植民地においてこうした外国人低賃金労働者の輸入を許していれば、いずれイギリス本国でも外国人労働者が輸入されるようになり、自分たちの労働権や給料が脅かされると恐れていた。道徳心と信仰心が強い中産階級の非国教徒も、このように大量の人間を船に詰め込み、鉱山で重労働をさせる行為は、イギリスが禁止している奴隷貿易に該当するとして強く反発した。また送られてくる中国人たちは力仕事向きの男性ばかりだから、道中の船の中や到着後の居住先である中国人収容所の中で同性愛をしている可能性が高く、キリスト教の信仰心と照らし合わせても認めるわけにはいかないことだった。だがこれを奴隷貿易と同視するのは誇張だった可能性が高い。何せ中国人にとって南アフリカは中国本国で働くより15倍も高い給料をもらえる場所なのだから強制したり騙したりするまでもなく中国人はわらわらと南アフリカに集まってくるのであった。バルフォアもオーストラリア総督のオスコート卿に宛てた手紙の中で我々の大きな悩みは中国人労働者について正しい説明を行うことができなかったことだ。中国人労働者が奴隷などという馬鹿げた理由で反対しているが本当は白人労働者が黄色人労働者に置き換えられるという誤った推測が反対の理由だろうと語っている。確かにそうした面もあったもののそれを主張したところで保守党批判ムードが沈静化することはなかった。この件で労働者層の保守党離れは進み、1906年の総選挙での保守党の惨敗を招くことになる。帝国防衛委員会の創設1905年には、フランスが植民地化を狙っていたモロッコタンジールに、ドイツ皇帝ヴィルヘルム2世が軍艦で訪問するという第一次モロッコ事件が発生し、バルフォアに国防強化を決意させた。大英帝国全体の帝国防衛体制の確立を求めるチェンバレンの主張を取り入れる形で帝国防衛委員会を設置した。これは実地領と帝国防衛体制を検討するための委員会であった。これと並行して陸海軍の再編成も進めていった。この頃、バルフォアは自由党政府になってももはや引き返せないほど軍事支出を確実にしておくまでは政権を降りないと述べている。実際、国防強化路線が自由党政権にも引き継がれ、帝国防衛委員会は後にアスキス内閣によって将来起こる戦争に備えて陸海空三軍と国内戦時体制の調整を行い、また自治領とともに帝国全体の防衛計画を立てる期間に再編されていくことになる。外交チベット侵攻1904年、ラサを占領したフランシス・ヤング・ハズバンド大佐らイギリス軍将校たち1904年、真の安番と会見するヤング・ハズバンド大佐悲惨な戦争となった第二次ボーア戦争以降、イギリス国民の戦争意欲は弱まり、ビクトリア朝時代のような露骨な侵略は減った。最後に行われたビクトリア朝的侵略が1903年のチベット侵攻だった。イギリスは19世紀からロシアのインド侵略を警戒してきたが、20世紀に入るとインド北部諸国と外部勢力を国内に入れないという条約を結んで、ヒマラヤ山脈沿いに緩衝地帯を完成させていた。ところが、ダライラマ13世を国主にいただくチベットのみがそれに入っておらず、ロシアがチベットに大きな影響力を及ぼしているという噂が流れていた。中国分割の中で、新領トルキスタンにロシアの鉄道が次々と敷かれていく中、インド総督カーゾン卿は、ロシアがチベットを経由して、インドに侵攻してくるのを恐れるようになった。そんな中の1903年春、チベットのラマゾーと英領インド北方の国境守備対象港の間の薬放牧地をめぐる国境争いがこじれて、チベットはイギリスとの通商条約を破棄した。ここに至って、カーゾン卿は、このエリュキ兵隊のフランシス・ヤング・ハズバンド大佐と共に、チベット侵攻を計画するようになった。本国のバルフォア首相は、チベットとの交易に重要性を感じておらず、チベット侵攻には消極的だったが、最終的にはこの動きを承認した。こうして1903年12月より、使節団と称するヤングハズバンド大佐率いるイギリス軍部隊がチベット侵攻を開始した。1904年1月にはトゥナへ入り、そこでラマゾーと交渉したものの、チベット側は使節団の即時撤退を要求した。ヤングハズバンドはこれを無視し、3月末にはギャンツェへ向けて進軍を再開した。抵抗するチベット人を殺害しながら、夏までにはギャンツェを占領。そこで本国の指示を待ってから首都ラサへ進軍し、8月にラサに入城した。バルフォアはチベットを占領したり、保護領にしてはならない。首都に英国代表を置くことを強要してもいけない。ただし、通商条約の締結と賠償金の支払いを求めること、イギリスの了承なしに他の大国と取引しないことを約束させることは差し支えないという指示を出していたが、ヤングハズバンドはこの命令に従わず、9月7日には真のアンバンも同席させた上でチベット側とラサ条約を締結し、$50,000賠償金支払いと、それが完了するまではイギリスがチュンビタニ全域を占領すること、また、ギュンツェにイギリス代表を置くことを認めさせた。バルフォアは、この独断の外交的勝利を全く歓迎しなかった。この時代には、イギリス以外の欧米列強も次々と植民地支配に乗り出しており、もはやイギリス一国だけで世界を自由にできる時代ではなかった。他の列強の許可も得ておかねば、強引な条約はたちまち、イギリスを孤立に追いやってしまうのである。バルフォアの予想通り、この条約が発表されるやすぐにもロシア、ドイツ、フランス、アメリカ、イタリアの5大国が、イギリス外務省に正式な抗議を送ってきた。バルフォアは、イギリス包囲網を避けるため、ラサ条約に定められた賠償金額を1/3に激減させ、さらにチュンビダニからも1908年までに撤退することを決定した。フランスとの接近バルフォア内閣、外相ランズダウン公爵先に結ばれた日英同盟は、日英どちらかが2カ国以上と戦争になった場合は、もう片方は同盟国のために参戦、1カ国との戦争の場合はもう片方は中立を保つという約定になっていたため、バルフォアとしては、早急に、フランスを取り込んで、フランスがロシアと共に日本に宣戦布告するのを阻止する必要があった。フランスを取り込むことについてはそれほど難しくなかった。イギリスは植民地問題で長らくフランスと争ってきたが、1898年のファショダ事件でフランスが譲歩して以来、両国関係は好転していたからである。また、ドイツ海軍がヴィルヘルム2世の世界政策の元海軍力の大幅増強を行い、世界各地でイギリスの植民地支配を脅かすようになったことも、英仏を結びつける背景となった。外相ランズダウン公爵は、駐英フランス大使、ポール・カンボンを通じて、テオフィル・デルカッセ仏外相と交渉を進め、エジプト、モロッコ、ナイジェリア、シャム、マダガスカル島、ニューヘブリディーズ諸島、ニューファンドランド島などの利権、領有権をめぐる英仏間の懸案事項を互譲的に解決した。それは最終的に1904年4月8日の英仏協商の締結で結実した日露戦争をめぐって日本軍騎兵とロシア軍騎兵の戦い日本海海戦の際の戦艦、三笠城の東郷平八郎前任のソールズベリー公爵と同様、バルフォアは当初日本の海軍力を高く見積もっており、日本との同盟によって日英の中国における海軍力を露仏のそれより上回らせ、もってロシア帝国主義の拡張を抑止し、中国情勢の現状維持を図ろうと考えていた。そのためには日露の和解も海戦も阻止する必要があった。日英同盟締結後も日本国内にはロシアと協商を結ぼうという動きがあった。これを警戒したバルフォアは1903年7月30日に日本政府に向けて声明を出し、日本単独でロシアと協商関係を結ぶよりも日英両国でアメリカに働きかけ、日英米三国でロシアに圧力を加え、日本の主張をロシアに認めさせる方が得策であると忠告した。また外相ランズダウン公爵も駐英日本公使林忠に対して、ロシアの満州撤兵に関する協定が日露間だけで締結されるなら日英同盟によって具現した日英の協調関係は弱まらざるを得ない。ロシアとの交渉は日英同盟の範囲内で慎重に行ってほしいと要請した。しかしロシアは満州から撤兵する姿勢を全く示さなかったため、結局日露関係は1903年後半から一触即発状態となっていった。バルフォアもここに至って日露海戦は必至と判断するようになった。この頃イギリスの軍事専門家の多くは日本の敗戦を予想しており、その影響でバルフォアも日本への期待感を以前より薄め、1903年12月23日の覚書の中では日本の海軍力はロシアより劣っている。そのため日本は安全に韓国へ派兵できないし、また派兵できたとしても、海上補給線を切断されるであろうと書いている。バルフォアは日本がロシア帝国主義の防波堤になり得ないなら、日露海戦を阻止する必要はないと考えるようになった。なぜならば、日露戦争が起こればロシアは戦争で国力を消耗させるだろうし、ロシアが勝利したとしても、新たに手に入れるのは、領土的に、無価値な韓国だけであり、また、日本も滅亡することはないだろうから、今後ロシアは無価値な領土を日本から守るために、大軍隊を常に極東に張り付かせる必要に迫られ、これがロシアの行動を阻害し、イギリスの行動を有利にすると考えられるからである。このバルフォアの戦略転換によって、日露海戦を妨げる要素はなくなり、1904年2月には、日露戦争の勃発に至った。しかし、バルフォアの予想に反し、日本軍は善戦し、1905年1月には最大の激戦地の旅順で日本陸軍がロシア軍を降伏に追い込んだ。これにはバルフォアも驚いたという。さらに1905年5月から6月にかけての日本海海戦でも日本海軍がロシアバルチック艦隊を撃破した。これを受けて、バルフォアも日英同盟延長に前向きとなり、外相ランズダウン公爵を林公使と折衝に当たらせ、1905年8月12日にも第二次日英同盟を締結した。その結果、同盟期間は10年に延長され、イギリスは日本が韓国を保護国化することを承認し、日本はイギリスがインドで行う植民地政策を承認することとなった。同盟適用範囲は、東南アジアとインドにまで広げられた。さらに先の日英同盟が、締結国の片方が2カ国以上と戦争になった場合に、もう片方の締結国が参戦する内容だったのに、対し、今度の日英同盟は1カ国との戦争であっても、もう片方は参戦しなければならないという強固なものとなった。ここに、日英両国は、名実ともに同盟国となったのである。戦争終結後の1905年9月29日には、日本の君主である明治天皇にイギリス最高勲章ガーター勲章を贈るべしとする外相ランズダウン公爵の提言に首相として了解を出し、この提言は10月8日にも国王エドワード7世の裁可を得て、バルフォア退任後の1906年2月に実現することになる。また、日本を公使韓国から大使韓国に昇格させたのも日露戦争中のバルフォアだった。当時のヨーロッパでは大国には大使館、小国には公使館を置くのが伝統だった。特に気位が高いイギリスはこの格付けにこだわっていた。20世紀初頭の段階でイギリスが大使館を設置していた国はフランス、ロシア、ドイツ、オーストリア、イタリア、トルコ、スペイン、アメリカの8カ国のみであった。日本はこれに続く形でイギリスから大使館とするに値する国と認められたのであった。内閣総辞職バルフォアは保守党分裂を阻止するため関税改革に触れまいとし続けた。だが野党自由党は保守党政権に揺さぶりをかけようと1905年3月末に関税改革反対決議案を提出してきた。これに対してバルフォアは決議案の内容が不明瞭であることを理由に保守党は棄権するという方針を示した。一方、チェンバレンはバルフォアに関税改革を争点にした解散総選挙に打って出るよう要求したが、バルフォアは応じなかった。バルフォアの態度にイライラしたチェンバレンはついに1905年11月からバルフォア批判を開始した。ここに至ってバルフォアはこれ以上政権に止まれば、党分裂は避けがたいと認識するようになった。また自由党内でアイルランド自治問題をめぐって、ローズベリー伯爵ら自由帝国主義派とキャンベル・バナマンら小英国主義派の対立が再燃し始めた情勢を見て、今総辞職して自由党に政権を譲れば、世間の注目が関税問題からアイルランド問題に移り、自由党分裂を促すことができると判断した。そうした意図から1905年12月4日付で、バルフォア内閣は総辞職した。1909年のバルフォアを描いたジョン・シンガー・サージェントの絵画。1906年総選挙に惨敗首相退任後も、バルフォアは5年にわたって保守党党首職に在任した。バルフォアに代わって、組閣の大命を受けた自由党党首、キャンベル・バナマンは、少数与党の状況を脱するべく、1906年1月にも解散総選挙に打って出た。この選挙の争点は保守党に有利なアイルランド問題ではなく、自由党に有利な関税問題や中国人奴隷問題となった。関税問題では自由党は庶民に受けのいい無関税の食料をスローガンに掲げることができたが、保守党は関税問題で分裂したままだった。中国人奴隷問題でも自由党は中国人クーリーが鞭で打たれているポスター、あるいは中国人クーリーの絵に、トーリーの新しい労働者という文字をつけたポスターをばらまいて、英国民の間に人道上の義憤とも外国人労働者輸入への不安ともつかぬ憤慨を引き起こし、英国各地で豚の尻尾という言葉が叫ばれた。グレーアム・ウォーラスは、気味の悪い黄色い顔がモンゴル系人種に対する直接的な嫌悪感を呼び覚まし、この嫌悪感が保守党に向けられたと分析している。こうして保守党は庶民、労働者層の反発を買って苦しい選挙戦を強いられた。結局自由党が377議席に大躍進する一方、改選前に401議席を持っていた保守党は157議席に激減した。党首バルフォア自身もこれまでのマンチェスターイースト選挙区では落選するという屈辱を喫し、シティオブロンドン選挙区に転じて、再選を果たしている。この惨敗は保守党の歴史にかつてないものだった。しかも当選した157人のうち109人の議員は関税改革論者だったため、保守党は惨敗に懲りずに保護貿易主義に傾いていくことになった。バルフォアもそれまでの折衷主義を弱めて関税改革路線に傾いていった。貴族院を使って反政府闘争、ジョゼフ・チェンバレンが病に倒れたせいもあって、彼の党内における力は強化されていたが、庶民院において自由党が圧倒的多数を占めていたためできることは限られていた。このためバルフォアは保守党貴族院院内総務のランズダウン公爵と協力し、貴族院議員を使って自由党の政策や法案に抵抗するようになった。早くも1906年4月には、初等教育から宗教教育を排除することを目的とした教育法案を貴族院で葬った。これに反発した首相キャンベル・バナマンや、急進派閣僚の通商大臣、ロイド・ジョージは、貴族院改革の意を強めた。キャンベル・バナマンは1907年6月にも庶民院の優越を定める法律を制定すべきとする決議案を議会に提出し、その決議案説明の中でロイド・ジョージは貴族院は長きにわたり憲法の番犬だったが、今やバルフォアのプードルである。彼のために吠え、使い走りをし、彼がけしかけたどのようなものにも噛みつくと怒りをあらわにした。だがバルフォアは態度を翻すことはなく、首相がアスキスに代わった後の1908年7月にも、醸造業者の独占制限を目的とする酒類販売免許法案を貴族院で否決させた。この際に急進派閣僚の通商大臣ウィンストン・チャーチルは、我々は貴族院を震え上がらせるような予算案を提出するであろう。貴族院は階級闘争を開始したのだからと語ったという。人民予算をめぐって1910年1月27日のバニティフェア誌のバルフォアの記が、大蔵大臣、ロイド・ジョージは保守党の支持基盤である地主、土地貴族に打撃を与えるべく、人民予算と呼ばれる予算案の作成を開始した。この人民予算に含まれる土地課税は土地の国有化を企むものとして、地主、土地貴族が強く反発した。彼らの声を代弁するバルフォアら保守党政治家も、この予算案に強く反対し、赤旗の予算と批判した。自由党内の保育派も保守党と声を合わせるようになったため、結局土地課税については、ロイド・ジョージ自身が骨抜き修正している。それにもかかわらず、人民予算は1909年11月に、庶民院の第3読会を通過した後、貴族院から激しい反発にあった。彼らはなおも土地の国有化につながる法案と信じていた。バルフォアも11月28日に貴族院は法案を否決すべきであると演説した。11月30日に貴族院は賛成75、反対350という圧倒的大差で人民予算を否決した。貴族院が金銭法案を否決するのは17世紀以来のことだった。これを受けて、アスキス首相は庶民院を解散し、総選挙に打って出た。1910年1月の解散総選挙でバルフォアは、貴族院の権限縮小反対、関税改革、海軍拡張の3つを保守党の公約に掲げた。このうち関税改革は、関税改革が失業を減少させるというスローガンと、セットにして行った。これは労働者層の支持を取り戻すのにかなり役立ったと見られている。選挙の結果は自由党275議席、保守党273議席、アイルランド国民党82議席、労働党40議席となった。前回比で自由党は104議席も減らし、保守党はかなり失地回復を果たした。だが、キャスティングボートを握ったアイルランド国民党が人民予算を支持したため、自由党政権は引き続き人民予算の可決成立を目指した。バルフォアの人民予算に対する態度が依然として強硬と見た。アスキス首相は1910年2月に貴族院の権限を縮小する貴族院改革法案を一緒に提出した。これを警戒したバルフォアは1910年4月に人民予算を採決なしで貴族院を通過させる妥協姿勢を取った。貴族院改革をめぐって、議会法案をめぐって自由党政権と保守党が緊迫する中の1910年5月6日のエドワード7世が崩御し、ジョージ5世が即位した。政界に新王をいきなり政治危機にさらしてはならないという融和ムードが広まり、両党の会合が持たれるに至った。この際に、ロイド・ジョージはバルフォアに連立内閣を提唱した。バルフォアはこれに前向きだったが、自由党政権はアイルランド国民党との連携のためにアイルランド自治法案を出してくる可能性が高かったので、もし大連立など組んだら保守党は分裂するという意見が党内には多かった。1910年11月までには両党の交渉は決裂に終わった。この決裂で議会法制定を目指すことにしたアスキス首相はジョージ5世から総選挙を行って勝利した場合には、貴族院改革法案に賛成する新貴族議員を大量に任命するという確約を得て、11月26日にも、この年2度目の庶民委員解散に打って出た。こうして行われた12月の総選挙の結果は、自由党272議席、保守党272議席、アイルランド国民党84議席、労働党42議席と前回総選挙とほとんど変わらないものだった。得票率で見ると保守党は自由党に勝っていた。しかし、アスキス首相は1911年2月21日の審議会で自党と友党アイルランド国民党が合わせて過半数を制したので貴族院改革の国民のコンセンサスは得たと力説し、議会法案を再度議会に提出してきた。法案は5月15日に庶民院を通過したが、貴族院は断固反対の姿勢を示した。これを見たアスキス首相は、もし貴族院がこの法案を通過させないなら、国王体験によって貴族院改革に賛成する新貴族院議員を大量に任命する方針とそれについて、国王の承諾を得ている旨を7月20日に、バルフォアら保守党執行部に突きつけた。これを受けてバルフォアは7月21日にも、シャドーキャビネットに所属する保守党幹部を招集して対策を話し合った。バルフォアやランズダウン公爵、カーゾン卿は、貴族の大量任命など行われたら世界中の文明国の笑い者になるとして譲歩するしかないと主張した。バルフォアの考えるところ、自由党系の新貴族が任命されて自由党が恒久的に貴族院多数派になることの方がはるかに危険な革命であり、それに比べれば拒否権が失われることぐらいはまだマシだった。だが、ハルズベリー卿やセルボーン卿、オースティン・チェンバレンらは徹底抗戦すべしと主張して譲らなかった。保守党貴族院議員たちの間では、政府の態度ははったりの脅迫に過ぎないとして、徹底抗戦派の声の方が大きくなっていった。彼らはダイハードと名乗るグループを形成して貴族院権限縮小反対運動を行った。このように公然と党首バルフォアの方針に背く者が増えていく中、バルフォアの党内における求心力の低下は避けられなかった。アスキス内閣は新貴族院任命の方針を覆す意思を見せず、8月10日には議会法案の貴族院提出を強行し、その法案説明で議会法を否決する投票は、すなわち多数の新貴族任命への賛成票ということになると明言してきた。バルフォアの息のかかった妥協派貴族院議員たちは当初棄権を考えていたが、棄権すると議会法案否決の公算が高いため、ついにこの法案賛成に回る決意を固めた。これにより、議会法案は賛成131、反対114の僅差でなんとか貴族院を通過した。37人の保守党貴族院議員と2人の大主教を1人の主教が賛成票を投じていた。これにより貴族院の権限は大幅に縮小され、さらに貴族院議員の新規叙任が制限されることになった。党首辞任この結果に党内から不満が噴出し、党の分裂は深刻化した。議会法の貴族院可決があった8月10日夜の保守党社交会、カールトンクラブの席上では、賛成票を投じた貴族院議員たちに恥を知れ、裏切り者、ユダといった罵倒が浴びせられた。バルフォアの指導力にも疑問が呈されるようになり、カイ・E・スミスやオースティン・チェンバレンを中心に BMG 運動が開始された。こうした党内の亀裂を収拾するため、1911年11月8日に、バルフォアは健康上の理由として保守党党首職を辞した。後任の保守党党首は決まっておらず、ウォルター・ロングとオースティン・チェンバレンが公認の座をめぐって争ったが、結局この二人は党の分裂を恐れて共に辞退し、関税改革派、親アルスター派の論客として名を馳せていたアンドルー・ボナーローが公認の党首に収まった。バルフォアの党首辞任を聞いたアスキス首相は、世界で最も偉大な審議機関の最も卓越した一員だったという賛辞をバルフォアに送った。年老いたバルフォアの写真党首退任後もバルフォアは党の重鎮であり続けた。これについてブレーク男爵は著書の中でバルフォアの信頼度は確固たるものであり、これに匹敵するものはなかった。ボナーローには新政権に必要な保守党からの支持を保証することはできなかったが、バルフォアにはそれができたと語っている。国王ジョージ5世からも絶大な信頼を寄せられて、元老としてしばしば諮問を受けた。アスキス内閣海軍大臣第一次世界大戦中の1915年5月に、ハーバート・ヘンリー・アスキス首相が保守党、自由党の大連立による挙国一致内閣の第二次アスキス内閣を組閣すると、ガリポリの戦いで失態を犯したウィンストン・チャーチルの後任として海軍大臣として入閣した。挙国一致内閣で最初に問題となったのはチャーチル、前海軍大臣が発動したダーダネルス作戦を中止すべきか否かだった。植民地大臣として入閣したボナーローやインド担当大臣として入閣したオースティン・チェンバレンらは撤退を主張したが、バルフォアやチャーチル、陸軍大臣、キッチナー伯爵元帥、国事少書、カーゾン・オブ・ケドルストン公、無任所大臣ランズダウン公爵らは、トルコ相手に撤退などしたら、他の東洋民族の独立運動にも影響を与える、として反対した。しかし9月には、ブルガリア王国が、ドイツ側で参戦したことでセルビアを重点的に支える必要性が出てきた。そのためダーダネルス撤退論は強まり、11月には、ボナーローが職をとしてダーダネルス撤退を求めるようになった。こうした中の11月23日、バルフォア、キッチナー伯、ボナーロー、ロイド・ジョージ、外務大臣、エドワード・グレーで構成される軍事委員会は撤退を決議した。チャーチルとカーゾン・オブ・ケドルストン公はなおも撤退に反対していたが、退けられた。1916年5月にはユトランド海戦があった。制海権を失うことはなかったものの、王立海軍の損害は、ドイツ海軍より大きく、世界最強の海軍国の自負心を傷をつけられ、国民の士気低下を招いた。1916年12月に入ると、少数の軍事委員会の創設とその議長の座をめぐって、首相アスキスと陸相ロイド・ジョージの関係が破局し、12月5日にはロイド・ジョージが辞職した。自由党内ではアスキスを支持する者が多かったが、保守党内では強力な政権ができるなら、ロイド・ジョージに任せた方が良いという意見が多かった。アスキスはバルフォアが支持してくれることを期待して、彼に意見を聞こうとしたが、バルフォアも他の保守党閣僚とほぼ同意見だった。ロイド・ジョージはバルフォアを指導力不足と嫌っており、組閣できたなら、バルフォアを海軍大臣から解任しようと考えて、いたが、それでも、バルフォアのロイド・ジョージ支持の意思は変わらなかった。彼はアスキスへの手紙の中で、ロイド・ジョージが議長となって、軍事委員会をやるという話だが、一つやらせてみてはどうだろうか。ついては、自分が会長であるのが邪魔と聞く。だから自分は、やめようと思うと書いている。これで保守党の全閣僚が、ロイド・ジョージを支持して、辞職を表明したことになり、アスキスは同日中に総辞職した。一方でアスキスは、誰か中立的な立場の者が首相になるのでない限り、私は協力しないと宣言したため、ジョージ5世は公認の首相の選定に苦慮した。このままでは次の内閣が作れないと憂慮した、ボナーローとロイド・ジョージは、翌6日朝にも、元老、バルフォアの元を訪れて意見を聞いたが、この際にバルフォアは、すべては、御前会議で決してはどうかと提案した。それに賛成したボナーローがジョージ5世に後任の首相を決めるため各党代表による午前会議を開催していただきたいと上奏した結果、同日午後3時から午前会議が開催されることになった。午前会議に先立って、ジョージ5世はバルフォアを個別に引見したが、後任の首相を決められそうになければ、バルフォアに首相になってほしいと要請し、バルフォアもこれを了承した。予定通り午後3時から、バルフォアを進行役とする午前会議が開催された。自由党のアスキスとロイド・ジョージ、保守党のボナーロー、労働党のヘンダーソンが参加した。この会議の詳細は出席者ごとに証言が異なるが、国王がアスキスに、ボナーローの内閣か、ロイド・ジョージの内閣に入閣することを希望したが、アスキスは自由党内で同意を得る自信がなかったので、即答を避けたという流れのようである。いずれにしても、午前会議後、アスキスは自由党幹部会議で自分が次期内閣に入閣すべきかどうかを諮った上で、入閣しないことを表明し、ボナーローも組閣を断念して、ロイド・ジョージ支持を表明したので、12月6日午後7時に、ロイド・ジョージが組閣の大命を受けることになった。ロイド・ジョージ内閣外務大臣、スーミツイン議長イスラエル・テルアビブのユダヤ人博物館に展示されているバルフォアが、バルフォア宣言を書いた机。1919年6月28日、ベルサイユ宮殿で行われたベルサイユ条約、調印式。座っている前列の右から4人目が、バルフォア自由党閣僚の多くはアスキスを支持して、ロイド・ジョージ内閣への参加を拒否した。外務大臣グレーもこの際に辞職している。またロイド・ジョージはボナーロー以外の保守党幹部からも支持を得られているとは言い難い状態だった。ボナーローの党首としての権威は弱く、彼の支持を得ただけでは保守党を掌握することはできなかったのである。そこでロイド・ジョージはバルフォアを入閣させる必要を感じた。彼は12月6日夜にもボナーローを連れて、バルフォアの元を訪れ、ボナーローの口から外相としての入閣を要請し、バルフォアの了承を得た。この、バルフォアの入閣により保守党議員の大半が、ロイド・ジョージ支持に転じ、ようやく組閣の木とが立った。バルフォアが外相になった頃は、ちょうどイギリス軍が敵国、オスマン帝国の領土パレスチナに進軍する作戦を立てていた時期であり、この作戦は1917年1月から実施された。また1917年3月にはロシア革命により反ユダヤ主義的なツァーリ体制が崩壊し、ロシア国内の反ユダヤ諸法が廃止された。こうした中でハイム・バイツマンや第2代ロスチャイルド男爵らのシオニズム運動は盛り上がりを見せ、バルフォア外相の下にもパレスチナにユダヤ人国家樹立を認めてほしいという嘆願が多く寄せられるようになった。バルフォアはもともとユダヤ人国家を餌にユダヤ人をウガンダに移民させて大英帝国によるウガンダ植民地化の先兵にしようというジョゼフ・チェンバーレンの英領ウガンダ計画を支持していた。そのため1906年にはウガンダ移民計画を拒否したバイツマンを叱責したことがあったが、バイツマンから熱心な説得を受けて、シオニズムを支持するようになった。1917年時のイギリスの国益上の観点からは、パレスチナにイギリス庇護下のユダヤ人郷土ないし国家を作ることで、パレスチナをアジアのベルギーにし、大英帝国の生命線であるスエズ運河を守る拠点とする考えがあった。ロスチャイルド卿がバルフォアに提出した草案の返答として、バルフォアは1917年11月2日付でパレスチナに現存する非ユダヤ人共同体の市民的権利と宗教的権利、あるいは他の国でユダヤ人が享受している権利と政治的地位に不利益を被らせない範囲で、陛下の政府はパレスチナにユダヤ人のための郷土を建設することに最善の努力をするとしたバルフォア宣言を発した。この宣言は、イスラエル建国の基礎となった文書としてよく知られている。他、バルフォアは国際連盟委員会の設立にも一役買った。1919年のパリ講和会議にも出席し、10人会議のメンバーの一人となった。この会議の結果ベルサイユ条約が調印されると、バルフォアは外務大臣を辞任したが、その後の平治内閣においても枢密院議長として閣僚に留まった。1921年から1922年のワシントン会議にはイギリス代表として出席している。この会議でワルフォアは日英同盟を拡大させて日英米仏の4カ国による4カ国条約を締結した。これは日英同盟の実質的弱体化であった。ワルフォアは20年も維持し、その間2回の大戦に耐えた日英同盟を破棄することは、たとえそれが不要のものになったとしても忍びがたいものがある。だがこれを存続すれば、アメリカから誤解を受け、これを破棄すれば、日本から誤解を受ける。この身体困難を切り抜けるには、太平洋に関係のある大国すべてを含んだ協定に変えるしかなかったという、心境を告白している。1922年5月5日には、連合王国貴族爵位のバルフォア伯爵とトラップレイン子爵に上され貴族院議員に列した。しかしこの頃、ロイド・ジョージは、爵位問題や外交問題をめぐって保守党議員から批判を受けるようになっており、1922年10月19日のカールトンクラブにおける保守党議員の投票で自由党、ロイド・ジョージ派との大連立を解消するという決議がなされた。これを受けて、大連立維持派の保守党党首オースティン・チェンバレンは、党首職を辞任し、病気療養で党首職を離れていたボナーローが党首に復帰した。この際にバルフォアは、オースティンと共に大連立維持を主張し、この決議は、ボナーロー個人に勝利を与えるためだけのものだと批判した。そのため、総辞職したロイド・ジョージ内閣の後を受けて成立したボナーロー内閣には入閣を拒否した。晩年1930年3月のバルフォア伯閣僚辞任後もバルフォアの党内における影響力は衰えず国王ジョージ5世からも元老として重用され続けたがバルフォアもすでに70半ばであったので普段はノーフォーク州シェディンガムで静養するようになった。1923年5月にボナーローが病で退任した。国王ジョージ5世は閣僚を経験豊富な貴族院院内、総務諸大家存公に組閣の大名を与えることも考えたが、まず元老バルフォアに諮問することにした。召集されたバルフォアは主治医が止めるのを振り切ってロンドンへ行き、5月21日に国王私的秘書スタムファーダム卿を通じて、すでに内閣の主要ポストに貴族院議員が就任する機会は減少しており、国民が貴族院首相を望まない現状では、陛下は庶民院内総務たるスタンリー・ボールドウィンに組閣の大名を下されるべきとの見解を国王に伝えた。ジョージ5世はこれを受け入れて5月22日にボールドウィンに組閣の大名を与えた。ところが首相となったボールドウィンは首相になり、損ねた。貴族院院内総務家存公の処遇ばかりに気に使い、バルフォアへの配慮をほとんどしなかった。これに怒ったバルフォアは1923年11月の総選挙で保守党が絶対多数を失った際に、ボールドウィンの党首としての責任を厳しく追及した。この選挙で保守党、自由党、労働党の3党並立状態になり、政界は混迷した。ジョージ5世は再びバルフォアに諮問したが、バルフォアはアスキスを首相とする自由党と保守党の連立化、労働党の単独政権の2つに1つしか可能性がありませんと上奏した。しかしロイド・ジョージ失脚に関わったボールドウィンは自由党から嫌われており、保守党と自由党の連立の試みは成功しなかった。ボールドウィン政権は1924年1月にも議会で敗北して、総辞職を余儀なくされ、代わって、ラムゼー・マクドナルドの労働党政権が誕生した。史上初の労働党政権であったが、少数与党で政権基盤が不安定だったので、1924年10月にも総選挙に打って出た。この選挙では保守党が大勝したため、労働党政権は1年足らずで崩壊し、第2次ボールドウィン内閣が発足した。この内閣時の1925年にバルフォアは前年に死去したカーゾン・オブ・ケドルストン公の後任として再び枢密院議長となった。1926年10月から11月にかけて、帝国会議に議長のボールドウィン首相の補佐役として出席。ここで、大英帝国の中における独立したコミュニティであって、陽動な地位を有し、内外政いかなる面においても一国が他国に従属する関係にないと規定する、バルフォア報告書を発表した。これは1931年のウェストミンスター憲章によって確認されるイギリス連邦体制の原型となるものだった。自治領の独立機運をなだめつつ、王冠への忠誠のもとに自治領諸国を結びつけ、英国の大国の地位を保障する大英帝国を維持しようという意図があった。死去バルフォアは1929年に政界引退したが、その翌年の1930年3月19日に、サリー州ウォーキングにある弟の住居で死去した。故郷のウィッティングハムに葬られた。生涯独身であったため、爵位は弟ジェラルドに継承された。バルフォアの肖像が身長6フィート以上の長身であり、髪の色は褐色、目の色はブルーだった。大変なインテリで読書家だった。哲学書と神学書を中心に探偵小説や科学書、フランスの小説もよく読んだ。しかし新聞は読もうとしなかったという。紳士的な礼儀正しい人だったという。ウィンストン・チャーチルはバルフォアについて洗練された趣味、バランスの取れた判断力、統徹した洞察力、あくまで冷静で決して我を忘れることがない。行儀正しく、どこへ出ても安らかで、他人に丁重である。しかし9時となると冷酷なまでにやることができる。公的の反対で、私的の関係を破壊することはないが、私的のゆえをもって、公的な問題を曲げることはない。意見が合わぬときは冷静丁重に決別すると語っている。容姿端麗で家柄や財産も申し分ないから、当然女性にモテたし、結婚のチャンスも数多くあったが、ついに結婚しなかった。バルフォアは学生時代にグラッドストンの命にあたる女性と婚約していたが、その女性は若くして死去しており、これを引きずって結婚を避けているのではと噂されていた。保守党の政治家ながら1900年代以降に盛り上がってきた婦人参政権獲得運動には割と好意的な立場をとっていた。これに対して、バルフォアの後任の保守党党首アンドルー・ボナーローは慎重派だった。自由党のウィリアム・グラッドストンによれば、バルフォアは、オジソールズベリー公爵と気質がよく似ており、違いは大胆さの面で、老いが若干勝る。知能と辛辣さは、おじが若干勝ることだという。バルフォア自身は若い頃、おじと自分の違いについて、おじは、トーリーだが、私は自由主義者だと語っていた。確かにバルフォアは若い頃、第4党のメンバーとして保守党内で自由主義的な活動をしていたが、それにもかかわらずおじとの関係が壊れなかったことは二人の政治思想は根本的な部分では一致していた証とバーバラ・タックマンは主張する。しばしば挑然とした性格を指摘される。チャーチルによれば、チャーチルが若手保守党議員だった頃、アイルランド議員が殴りかからんばかりの勢いで、バルフォア首相に迫ってきたことがあり、チャーチルら若手議員はいつでも取り押さえられるよう身構えたが、バルフォアは全く動じず、まるで顕微鏡で虫けらでも見るかのような表情で、そのアイルランド議員を見ていたという。チャーチルは、バルフォアの動じない勇気を称えつつ、彼が動じないのは、冷たい性質のせいだと分析している。バルフォアが常に冷静な理由について、アスキス夫人マーゴットは、問題を真剣には気にかけていないか、ことがどっちへ進もうが、それに人類の幸福がかかっているとは信じていないかの、どちらかであろうと主張している。保守党のジョージ・ウィンダムもあまりに学問的な政治観を持ちすぎるための冷淡さが原因だ。彼はかつて氷河時代があったこと、いつか再び氷河時代が来ることを知っているのだと語っている。労働党のラムゼイ・マクドナルドは、バルフォアの葬儀で、バルフォアは人生を遠くから見る人だったと個人を振り返った。チャーチルは、このマクドナルドの弔辞を眼蓄ある観察と評価している。チャーチルによれば、マクドナルドは一生を悪戦苦闘したので、平日など全くなく、人生をいつも近距離から見るしかなかった。それを思えば、彼のこの弔辞は、無意識の羨望と同時に、自分への誇りが込められていたのだろうという。バルフォアが首相に在任していた時代の国王エドワード7世は、彼に好意を持たなかったが、前女王ビクトリアからは高く評価されていた。女王は、彼は問題のあらゆる側面を見ることができ、他の人々に対する感情において素晴らしく寛大であると述べている。エドワード7世の時代の国王ジョージ5世も、皇太子時代からバルフォアを相談役としたため、彼に全幅の信頼を置いていた。1925年4月、イギリス委任統治領パレスチナのテルアビブを訪問したバルフォア卿。テルアビブ市長、メイヤーディゼンゴフから市内の案内を受ける。バルフォアはイギリス政府のシオニズム支援を約束したバルフォア宣言で知られる。どんなことにも常に距離を置いて冷めた目で見るバルフォアが例外的に熱心に取り組んだのがシオニズムだった。バルフォア自身も死の直前に私の生涯の全仕事で最も価値があったのはユダヤ人のためにした仕事だったように思うと語っている。バルフォアがシオニズムを支持するようになったのはシオニズム運動指導者のハイム・バイツマンに感銘を受けたからだった。バイツマンは魅力ある人物であり、バルフォアのみならずチャーチルやロイド・ジョージなど他の英国主要政治家も次々とシオニズム支持者にした人物だった。バルフォアはもともとユダヤ人国家を餌にユダヤ人をウガンダに移民させて大英帝国によるウガンダ植民地化の先兵にしようというジョゼフ・チェンバレンの英領ウガンダ計画を支持していたため、1906年にはウガンダ移民計画を拒否したバイツマンを叱責したことがあったが、バイツマンから熱心な説得を受けて、シオニズムを支持するようになった。バルフォアは彼と会って、ユダヤ人の愛国心は独特なものだと知った。彼らの国への愛はウガンダが、どうの、こうのなどというものではなかったと述べている。バルフォアのユダヤ人観は一定しない。改宗しないユダヤ人は宗教と伝統を守る人々である。したがって国際政治における保守勢力であるユダヤ人は5世紀のギリシャ人以来人類で最も才能に恵まれた民族だと思うと評価する。一方でボルシェビキの黒幕はユダヤ人であり文明世界を転覆しようとしているという考えを紹介したこともあった。同じくハンセム主義は俗悪だと語る一方で自身はユダヤ人と休日を共にすることを嫌がっていた。1914年テニス選手アンソニー・ワイルディングとテニスをする、バルフォアスポーツマンでもあり、テニス、サイクリング、ゴルフなどに熱中していた。とりわけゴルフの腕前は高く、1894年には、ロイヤル&エンシェント・ゴルフクラブ・オブ・セント・アンドリュースのキャプテンとなった。ハンディは5の腕前であったという。首相たる彼が、あまりにゴルフに熱中するので社交界もつられて、ゴルフに熱中するようになり、スコットランド式クロッケーなどと馬鹿にされていたゴルフの名声が高まっていったという。バルフォアはゴルフについて次のように語っている。筋肉と頭脳が核も融合されたゲームは他にない。私にとって重要なものは食事、睡眠、ゴルフである。紳士はゴルフをする。たとえ始めた時にはあなたが紳士でないとしてもこの厳しいゲームをやっていれば必ずや紳士となるであろう。ゴルフは3回楽しめるスポーツである。すなわちコースへ行く前、プレー中、プレー後である。その内容は期待、絶望、後悔と変化するが、バルフォアは1879年に初めての著書、哲学的懐疑の用語を出版した。この著作のタイトルのためにバルフォアは、不可知論の擁護者であるという評判が広まったが、実際には、この著作は物質的実在への疑念を主張することで宗教を擁護したものだった。バルフォアの哲学への主たる関心は信仰の基盤を現代社会の中に発見することにあり、そのため自然主義に反発し、人は科学に対してそうであるように宗教に対しても疑念を持ってはならないと考えた。この立場は1895年の著書、信仰の基礎でも踏襲されている。この著作はアマチュアのレベルを超えて学術レベルに達していると高く評価されている。こうした哲学や宗教への深い関心から旧約聖書のヘブライズムに惹かれ、キリスト教は計り知れないほど数多くのものをユダヤ教に追っているのに、恥ずかしいことにほとんどお返しができていないと考えていた。それがシオニズムへの共感とバルフォア宣言の背景になったと言われる。バルフォアを説得したバイズマンも、イギリス人は聖書をよく知っており、ユダヤ人と精神的につながりがあるように思えると語っている。バルフォアの哲学に関する著作には以下のようなものがある。1922年5月5日に以下の爵位を新規にノブされた小説家アーサー・コナン・ドイルが生み出した名探偵シャーロック・ホームズが活躍した時代は主にソールズベリー公爵内閣期だが続くバルフォア内閣期の1903年にも多くの事件を手掛けたという設定になっている。マザリンの宝石の依頼人は英国首相であるが、これは1903年の事件と言われており、それが正しければ依頼人の首相というのはバルフォアということになる。作中でビリー少年は首相のことを付き合いやすそうな人と評している。同じく海軍条約文書事件に登場する外務大臣ホールドハースト卿はソールズベリー公の変名と言われており、そうだとすればその甥という設定で登場する依頼人パーシー・フェルプスはバルフォアの変名である可能性が高い。作中でフェルプスの住居はウォーキングに設定されていたが、ここはバルフォアの弟の住居がある場所であり、バルフォアの最後の地でもある。ありがとうございます。